無理無理無理、硬すぎ。いやマジ無理。嘘でしょ。ほら一緒に回んだよ。ほらどうしよう、どうしよう、ベンチベンチ一回どうしよう、一回これどかそう。はい、どうもブザーのサクです。はい、ベンチ。さて皆さんに早速ですが質問です。ででん、さあここはどこでしょう。わかるわけないよ、モザイクだらけやで。正解は千葉さんの家です。突然ね、千葉ちゃんの家に行ったら、あのスマイル千葉ちゃんが怒るのか、怒るのかっていうね、ちょっと検証しようかなって。それでは早速行ってみましょう。さあ、というわけでちょっと響くから声を抑えて行きたいと思うんですけど、千葉ちゃんの家です。いや、言っちゃうの。それではいいの。おい、突然来ちゃった。来たわ。こちらへどうぞ。これ家なの？物置じゃなくて？今日なんと物置？お引越しです。お引越しです。頑張ってください。あ、ちょっと待って、俺定時だ。ごめん。定時だ。え、ちょっとごめん。引越し業者さんがこれから来る感じ。引越しデートする。まあここめっちゃちょっと響いてね。響くから入って。とりあえず入ろう。いや、ここだけ地震来た。すごいじゃん。解体中だぞ。どういう家？なんか流れで絶対ことになっちゃってますけど。頑張って。はめられたな、これ。完全にやられた。おい、今日そういう感じか。帰っていい？引っ越しを手伝うしかないっす。帰りたい。そういうドッキリだ。無理無理無理、硬すぎ。いや、マジ無理。嘘でしょ。ほら一緒に回んだよ。ほらどうしよう、どうしよう、ベンチだ、ベンチ。一回どうしよう、一回これどかそう。一個いい、こいつは、はい、一個いい。クソ狭くね、クソ狭くね。これあのファンのお手紙です。段ボールに置いてあるんですけど、こちらの実家に送ります。何年間ここ住んでらっしゃったんですか。なんと8年住みましたね。いやもう上京してからずっとこの家ですね。もう人生の3分の1ぐらいじゃないですか、実家離れるに近い。初めて一人暮らしを始めた時の思い出とか。ご飯作ろうと思って調味料をめっちゃいっぱい買うんですよ、けど3回使ったらいい方なんですよね。最初料理しようと思ったけど、やっぱりだんだんしなくなっていったなみたいな。調味料の化石出てきて、あ、これエモいなみたいな。逆にこの家で一番辛かった思い出と、また楽しかった思い出。辛かったのは狭い。狭い。楽しかったことは、友達が結構来てくれて、昨日もその大学の後輩が引っ越し前だから行くわって来てくれて、この1年で持った仲間は財産やって思いますね。家を選ぶときに絶対条件としてあげることは、広さ。広さ。お世話になったこの家に一応なんか一言。失礼。8年間本当にありがとうございました。エモいな。次の家もよろしくお願いします。坂何やってるんですか。俺、うん、俺何もやってないように見えるじゃないですか。一番重要っす、うん、俺いなかったらこうなります、うん、いきます。はい、おお。廊下はすっきりしました。すっきりしました。俺これで見たことあるんですよ。あ、そう、ここに来た時、千葉さん来た時に。あ、力持ちが、俺力持ちって思わない。マジでこれ俺が一番大変だね。気づいちゃった。これ今の循環ですね。一回詰め込もう。でっかいのを先に詰め込みたい。ねえ、なんで、なんでパンツ。嘘。お疲れ様でした。はい、というわけで、無事完了しました。ありがとう。この引っ越しで感じたのは、やっぱり仲間の大切さだったり、やっぱそうですね、泣くなよ。ファンディーズと関わってくる人たちの大切さが今日も身に染みたので、みんなも俺の新居遊びに来てください。え、とんでもとんでもというわけで、8年間住んだ家に、家やちょっとごめん、
家やんもうっていうツッコミだね。いや家よここ。ありがとうございました。新居にせーの、よいしょー。というわけでやってきました新居。いやめちゃくちゃ疲れてねえよ。疲れたぜ。あー広くなったね。はい、広くなった。よかった。完全にグレードアップしました。完全にグレードアップ。エアコンも綺麗。冷房、うぇーい。家具が収納してくれたの。整頓のプロ。整頓のプロ。部屋綺麗なんですか。めっちゃ綺麗です。もう絶対埃とか嫌な、嫌なもう、こういう状況です。こういう状況です。さよなら、ベランダ。はい、それ、それ、さよなら、さよなら、ベランダ。あー、お粗大ゴミどんどん増える。はい、さよなら、ベランダ。ってことで、さっくん、はい、しゃべるさ、国違いだね。うん、はるさん、はい、けんくんも一日ありがとうございました。というわけで、美味しいご飯をおごりますので、はい、じゃあ皆さん楽しみに待っていてください。じゃあ締めてもろて。というわけで本日ありがとうございました。ありがとうございました。さ、終わった後にさ、ここの代表辞しないとじゃない。